すでに4回目にして初めて講師の先生を招きました <laughs> 素晴らしい会だということで、どんな先生かというこんな先生、ガーン川本拓夫先生 <laughs> 今日はですね、ビデオカメラの基本をみっちりと、 マスターしていただきたいと思います。えー、それでは、もう、先生お呼びしましょう。現デジタルハリウッド大学講師やりながら。新婚三ヶ月の川本孝夫先生。よろしくお願いします。はい、こんにちは。<laughs> <laughs> あのパワーは出ない。えっ、ー、と。今日。いっぱい話をしようと思うので。早口でバーバー言いますから、あの、分かんなくな。 なとかあちょっとあいつ回りすぎてるなと思ったらちょっと休憩を、ね、入れてください、はい、まず技術,技術云々の前に一番大事なこと、えー、何を撮るのか何を見せたいのかっていうのをはっきりイメージしてほしいあこんなの撮れちゃったももちろん OK なんですけどもこれを見せたいあれを見てもらいたい。 これを伝えたいっていうのが根底にあれば、そのためにどうするかっていう技術が出てくるので、えー、そこら辺が一番本当は大事ですね。技術なんかどうでもいいっていう部分ではありますね。はい。えー、っとじゃあ、えー、っと項目をいただいてるので、それに沿って脱線しながらガンガンいってきます。項目ざっと読んでいくとですね、録画フォーマットの選び方。これであのちょっとカメラの カメラいいうかかビデオの基本的なお話をしちゃいます。れら次 YouTube で活動している人の平均的なカメラが持つ機能と基本的な使い方です。えー、っと今日はまあこのちっちゃいカメラ、えー、っとパナソニックの HD カメラをまあ中心にこれを使いこなすつもりでやっていきます。フロートで撮るということはどういうことなのかその利点と欠点のお話。から、 腕がある人の YouTube で活,躍活動している人の平均的なカメラの使い方でまあアドバイスできることを何かいろいろな値をマニュアルで設定して撮影見るしてみるからゼブラの使い方えとカメラワークとカメラアングルデジタル時代ビデオブログを作るための最低限の撮影知識 えー、それから被写体もカメラマンも自分1人でできる撮影方法お父さんの運動会用カメラまさに今日のカメラですねで映画っぽく撮る方法これですねから最低予算でのライティングと録音の方法ちょっと照明録音関係の機材ガッと持ち込んだんでここは目いっぱいやりたいんですけど一番最後なので時間がどれだけあるかなと思います。 一番最初録画フォーマットの選び方、SD と HD についてちょっといろいろ数字とか書いてあります。じゃあ、ホワイトボードを使いながらお話をしていきます。はい、と SD と HD、カッコして、ハ、は、イ、い、ビジョン、はい、これの,あの違いが大体こんなもんだなって検討のつく方は、はいえー、SD って何おいしいのっいう方いらっしゃいますか かりましたえっと、ブラウン管式のテレビのえ去年の7月までやってた、えっと、アナログ放送の企画ですねスタンダードディフィニッションスタンダードディフィニション標準解像度ですでパソコンに取り込んだ場合はこれは 720×480、えっと、もうちょっとアナログなビデオを使ってた方は 640×480 ドットピクセル っていう値ですで、まあ、ほとんどの場合は縦横比が横が4で縦が3という比率の画面です。1個罠があるんですけどね。で、エッジで、えー、通称ハイビジョン、これは NHK さんの登録商標だそうで、えっと、ソニーと NHK が共同で開発してたスタンダードディフィニションを超えるコーヒーテレビを デジタルになる前からずっとやってたんですねその時の名称がハイビジョンっていうので日本国内でしか通用しない名称らしいですですから、えっとまあ、皆さんだったらエッジで,でエッジで引っかかるのが パソコン好きの人はハードディスクと同じなのでハードディスクどうしたらいいかというとハードディスクドライブ HDD でくっつけてください。で、ここら辺になってくるとあの自衛隊好きの人が護衛官の名前とかねなってくるんでちょっとそれはやめておきましょう。<laughs> ありがとうございます。受けていただきます。はい、えっとハイビジョン、えっとハイディフィニッション、HIGH。ハイディフィニッシ,ションですね。えー、これは、 縦横比が16対9半端なんですけれどもこれもうこれ以上割り切れないので16対9をね見てくださいでこのパソコンに取り込んだとのピクセルの数が 1920×1080 ドット80ピクセルが、えー、とハイビジョンのフルスペックですフルスペックっていうふうにお断りするにはですねもう一個ちょっとちっちゃめの企画もありまして 1280×720 というサイズもあります。これも両方とも、えー、と16対9というこの数字、とりあえずあの押さえてください。で、単純に比較するとですね、面積比,比で約6倍ぐらいの情報量があるので、まあ、すごいでっかいなということです。で、1個罠があるってさっきお話したんですけども、皆さんは。 洋画なんかの DVD はご覧になりますよね。で DVD で今映画見ると4対3じゃなくて16対9っていうシネスコとか横長の画面出ますよね。あれも16対9があるんです。でも DVD っていうのは SD しか入らないフォーマットなので、えっと、これだけの情報量はないんですね。じゃあどうしてるかっていうと。 4:3の中にグッと横に縮めてスクイーズして入れてありますあの皆さんお酒お好きだと思うんですけども中杯、えー、レモンハイ頼むとレモンがこう出てきて自分で絞ってねっていうのがありますよねあれスクイーズあんな風にして映像をグッと絞っていただいてこの4:3の中に入れてますで見るときはそれがふッとこう伸ばされて出てきます え余計なこと1個言っとくとこうやって数字いっぱい書くとなんとなく授業っぽいでしょ <laughs> もう1個ちょっと混乱してもらいますよね 1440×1080 っていう数字もあるんですこれこれ何かっていうと地上デジタル放送がこのサイズで放送してるんですねで1080変わらないのに1440これ短いですよね短い分どうしてるかっていうとさっきのスクイーズと一緒でちょっと縮めて データ量を減らしてで再生する時えとモニターに出てくるときに引き伸ばされて出てきますなんですけれどもこの DVD をご覧になったときに16体験うわー引き伸ばされててみっともねえなこの映画見てらんないなって経験ありますないですよね綺麗だなやっぱりハリウッドの映画綺麗だなって思うじゃないですかあれだけ横に 圧縮して伸ばしたりしてても感じないのと同じようにこれも全然気がつかないです。で中には、えー、と BS だったと思いますけど BS の方はこの企画で放送してるチャンネルもあるので、えー、これでじゃあチャンネルザッピングして「うわーテレ東来たね」とかって言わないですよね。<laughs> はい。えーと そこの曲の話はまたちょっとあとで出てくるかもしれません、はい。一応こういう HD とかねあのまず基本的な大きさを押さえておいていただいた上でえで、ー、皆さんが SD で制作を続けるか HD にもうシフトしちゃうか、えー、そこら辺はあの選択をしておくべきじゃないかなと思うんですね。えー、YouTube を中心に考えるとあのまだまだエッジでじゃなきゃいけないとかエッジでじゃないと伝わらないとかっていうことよりは中身だったりスピード感だったりするのでそうすると SD の16対9で勝負し続けるっていうのもありはありだと思うんですね。そうすれば何がいいかっていうと新しいカメラ買わないでテープのカメラ使う。で テープのカメラ、今ほとんんどもう売ってないんですねで。中古買うしかないんですけども安く手に入るそれからテープの一番いいところっていうのは素材のアーカイブ保存性にすごく優れてるんですねテープって物理的に保存ができるのでラベル貼って置いとけば再利用とか検索かけたりするのがも,ものすごく早いんですねでエッジになってくると必ずパソコンハードディスク保存になるので 検索性上がるかなと思うんですけれどもデータで検索できるのは実は日にちだけだったりするので中身については自分がタイトルつけるとかタグつけるとかしていかないと探せないそれからハードディスクが何台にもなってくるとどれに入ってるか分かんないってことがあるので実は僕は仕事をやってるのは メインではテープをままだ扱ってますそうすると何々のこれの素材ありますかって聞かれた時にダーッと見て1分ぐらいでありますとかないですとかっていうことが答えできたりするので、えー、テープもありかなとまあ HD が全部テープじゃなくなったかっていうと、えー、お話があそうですねテープとファイルベースの話じゃに移行してしまいます。 SDHD の違いがもうすでに終わりますここで質問なんかないですよね。と機材をまあこれから足していこう皆さん1台目はもう1台目2台目はもうお持ちだと思うんで足していこうって言った時にどういうチョイスが出てくるかっていうとテープに録画する再生するっていうのはまず疑問がないと思うんですね。でそうじゃなくてじゃファイルベースって今言われますけれどもこういう テープを使わない記録をするカメラのこと、ファイルベースの記録といったらファイルベースのカメラというような表現をしています。なんとなくね、あの売る方も新しい革に入れて売るとかっこよく見えるっていうだけのことだと思うんですけれども、えー、ハードディスクに録画するとか、えー、この中に今入ってませんけど、SD カード。 で、えー、記録していくって、まあ、そういうカメラをただファイルベースって呼んでるだけです。で、ファイルベースの中の、あじゃあテープ、冷遇されて、さっきから冷遇されてるテープ、これは HD ですと、HDV というカメラ一択です。これしか存在しないと一緒です。あの業務用とか放送用では別の企画ありますけれども、HDV、これはあの、 かなり成熟された技術なので、えーまあ、いいカメラもいっぱいありますしそこそこ中古もあのラインナップあるので面白いカメラは選べると思います。で本当はこのクラスのカメラをチョイスしてほしい。で一番の理由は何かっていうとう 外部,マイク外,外部マイク端子とイヤホン端子がついてるカメラはほぼ HDV のカメラに限られてくるこれまた音声の話は後でしていきますけれどもこの2つが加わることによって格段に音声の状況が良くなるのでやっぱりこういうチョイスをしてくださいと思っていたらですねファイルベースのカメラにも少しずつ これ両方ついてるのが出てき始めましたのであの僕はカメラを進めるときは中古買い、中古買い、安いからっていう,ふうに言うんですけどもこれに関してはちょっと中古の古いモデルはどっちか片っぽとか両方ついてないとかっていうモデルが多いので値段的に見てですねちょっとこれは両方ついてる新しいカメラ、まあ、78万ぐらいからだったと思います。あのこれからカメラを1個足そうと考えてる方 新しくチョイスしようそれからエッジデ d に移行していこうという方はこの2つがあるかどうかが選択のポイントかなと思います。はい、でカメラの顔話より中身の話に移ってきます。えー、っとファイルベースで記録しているとですね AVCHD という 企画の動画を扱うことになります。えー、家庭用のエッジデ画像を記録再生しようというまあファイル形式です。デジタル一眼カメラでおとりになるとこれこの動画形式でこれとこれは別ですね、えー。まあこういったようなものと、えー、お付き合いをしていくことに。 なりますあの皆さんの機材リストも昨日いただいて拝見させていただきましたがやっぱり一眼もそろそろあの普及し始めてきているのでこの話もできるだけちょこちょこっとこう織り交ぜていきたいなという,ふうに思っています。はい、でフォアモッドどうやって選ぶかもうこれがいいよっていうことは言えないのでやっぱり魅力的なカメラとこの外部マイク、イヤホン端子をついているもの を何とか選んでくださいねと。と言っちゃうと一眼カメラだとキヤノンはこれの一択になっちゃうんですね。えー、っと 5DM3 に初めてイヤホン端子がつきました。今まではあのマイクはついてたんですけれどもどんな音が取れるかはもうカメラ任せもうオートしか音は取れなくて今回は録音ボリュームが。 セレクトできたり、えー、そのもう様子をモニターできたりということなので、えー、僕もあの無理をしてちょっと買ってここえっと30万円ぐらいだったと思います、はい、だからこれを買えとはなかなかちょっと言えないでニコンの方にも、えー、っとやっぱり同等クラスでもう多分少し安いのでイヤホン端子がついてたと思いますただあの カメラに関してはレンズのマウントがあるので一回目が決めちゃうと浮気ができないだからまあ嫁になってくるんですけどねあのですからまあ僕はあのキヤノンにそい遂げるつもりではいます。処理としてはですねどちらもやっぱりすごく圧縮してあるのでそれを展開して編集をしていくっていう過程がありますから、まあ、マシンにとっては きつであ、えー、と後で同じ話が出てくるから忘れないうちじゃ一1個だけえっ、ー、とあくまでもこの HDV テープの話になるんですけれども約約10分間の映像で2アイコール2ギガバイトのデータ量が必要です。えーと ABCHDA とか、これはもっと小さくはなってきますけれどもあの、どれくらい作業のハードディスクが必要かなと思ったときに、目安として10分で2ギガだなっていう、まあ、計算しておいていただければあの、この作業が始められるのか、どれか消してからじゃないとできないのか、なんとなくイメージできるかなというふうに思います。AVCHDA はもっっとと少なくななくています1 10 1分間で1ギガとか、ね、あのいろんなタイプありますけどね 忘れそうだったのでよっときました。はい。